どうも、石川です。はい、これより、登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度、問1番から問10番までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問1番です。医薬品に共通する特性と基本的な知識として、医薬品の本質に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、第1章入ってまいりました。ということで、こちらは答えは4番が正解となります。A なんですけど、これは大丈夫でしょうかね。大丈夫でしょうか。そして B なんですけど、医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐にわたっているが、その全てが解明されている。確かに科学技術は発達しているんですけど、まだまだ分かってないことが多いので、全てが解明されているわけではありませんので、 B は誤りです。そして C は正解ですね。そして D なんですけど、人体に対して使用されない医薬品の殺虫剤であれば、誤って人体がそれにさらされても健康を害することはないよとありますけど、健康を害することありますので、なので D は誤り。ということで、答えは4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問2番です。医薬品のリスク評価に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番がまた正解となります。A と B、大丈夫でしょうか？ A もですね、GP、SP、GVP というところがそれぞれありますので、なので、まずは P と S と V というところですね、真ん中のところをしっかりと見極めていただきたいと思います。はい。ということで A は正解ですね。そして、B に関しても正解です。それから C ですね。医薬品については、食品と同一の安全基準が要求されているとありますけど、食品以上のですね、安全基準がですね、要求されてきますので、同等ではございません。はい。ということで、C は誤り。はい。それから D です。人を対象とした臨床試験における、効果と安全性の評価基準については、国際的に、グッドラボラトリープラクティス GLP が制定されていますよとありますが、これ D は誤りです。はい、こちら前のところちょっと確認していただきますと、ホワイトボードいいでしょうか。GLP と GCP ですね。 GLP というのは L はラボラトリーですよね。ここに書いてあるようにラボラトリーというのは、臨床試験じゃなく非臨床試験。ラボラトリーっていうのは研究室、実験室とかっていう意味がありますので、なので研究室、実験室で行っている、いわゆる動物実験とか、そういった、臨床に関わるものではなく、それ以外のということで、非臨床試験の基準を定めたものになります。はい、それから GCP の C はクリニカルの C ですので、なのでこう、ちょっとイメージとしては、クリニックとかイメージしていただくと、ああ、なんか、クリニカル直訳すると臨床という意味があるんですけど、なので、病院とかそういった臨床の現場で行われているような、人に、投与していく、試験に関する基準を定めた臨床試験の基準となりますので、よくこの2つ GLP と GCP よく引っ掛けてきますので、十分に気をつけていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。それから、ということで、ここで終わりですね。はい。なので、特にこの4つの基準、GLP、GCP もそうですし、あと先ほどの GPSP、GVP のところ、4つの基準がありますので、しっかりと間違えないように、区別して覚えていきましょうね。はい。ということで、問2番は4番が正解となりました。では次行きましょう。問3番です。医薬品のリスク評価に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。A と B は正解。C ですね。LD50 とは、動物実験における最小致死量のことであり、薬物の毒性度の指標として用いられますよとあるんですけど、この LD50 というのは 50% です。50% 致死量というものになりますので、リーサルドーズですね。リーサルドーズの略になりまして、LD50 というもの、50% 致死量というものになりますので、十分に気をつけておきましょう。はい。ということで C は誤りとなります。最小致死量ではございません。
はい、ということで答えはですね、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い4番です。健康食品に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A なんですけど、機能性表示食品は疾病のリスクの軽減を図る旨を表示することができますよとあるんですけど、機能性表示食品というのは、食品の機能性を表示することができるので、なので、疾病のリスクの軽減を図るとかそういうところではちょっとございませんので、 A は誤りとなります。はい、そして B と C は正解となりますので、特に、ここ機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品、第1章のところでこのような、健康食品に関するところも出てきますし、それから第4章のところでも出てきますので、特に第4章のところに関しては詳しく書かれておりますので、しっかりとそのあたりも確認しておきましょう。はい、ということで答えは5番が正解となりました。では次、問い5番です。医薬品の副作用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A と B は正解、それから C ですね、眠気とか恍惚などの比較的よく見られる症状は副作用とは言わない、いやこれも副作用に該当していきますので、 C は誤りとなります。ということで答えは3番が正解でした。はい、では次、問い6番です。免疫とアレルギーに関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B は正解、それから C、 アレルギーには体質的遺伝的な要素はないよとありますけど、遺伝的な要素とかも体質的なものとかもありますので、C は誤り、それから D、 薬理作用がない添加物はアレルギーを引き起こす原因物質はならない、いやそんなことはありません。アレルギー出てしまうこともありますので、特に添加物ね、気をつけていただきたいと思います。なので D は誤りということで、答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問い7番です。医薬品の使用などに関する次の記述の整合について新しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A なんですけど、症状が一時的に緩和するならば、疾病の根本的な治療や生活習慣の改善は、などは行わず、漠然と一般用医薬品を使用続けても有害事象を招く危険性が増すことはない。いやそんなことはないですよね。まあ、生活習慣改善してくださいよ。ね、そうですよね。やっぱりなんか生活習慣の乱れがあるので、何か疾患が出てくる可能性がやっぱり高いですよね。なので、そういったところを見直していただいて、そして、漠然と使い続けることはやっぱり良くないですよね。なので、有害事象を招く危険性が増すこととなっちゃいますので、A は誤りとなります。はい、それから B ですね。一般用医薬品には、習慣性がある成分を含んでいるものはない。いや、そんなことないです。ありましたよね。何がありましたっけ？コデインとかありましたよね。エフェドリンとか。ごめんなさいね。聞こえなかったですよね。エフェドリンとかありますよね。コデインとかね。他にもありましたよね。なので、そのあたりしっかりと確認しておいていただきたいと思います。ということで、B は誤りです。はい、そして C は正解。なので、答えは4番が正解となりました。では次、問い8番です。医薬品と食品との組み合わせに関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B 正解、C。これなんだろう、概要薬や注射薬は食品によって医薬品の作用や代謝に影響を受ける可能性はない、いやそんなことないです、ありますので、C は誤りとなります。ということで2番が正解となりました。では次行きましょう。問い9番です。小児などの医薬品の使用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。小児に関しては、いろいろありますよね。まずは A のとこ大丈夫でしょうか？乳児は1歳未満、幼児は7歳未満、小児は15歳未満のことを言いますよ、ということで、ここも大丈夫でしょうか？はい、そして B に関しては、小児は血液脳関門が未発達であるため、そうなんですよ。まだ未発達なんですよ。なので、この血液脳関門というのは、脳に悪いものがいかないようにするための仕組みなので、なので未発達ということは、脳に悪いものがバンバンいってしまうんですよ。はい、なので、そういった意味ではですね、吸収されて循環血液中に医薬品の成分移行した医薬品の成分が脳に達しにくいんじゃなくて達しやすくなっちゃいますので、 B は誤りです。はい、そして C です。小児は大人と比べて体の大きさに対して腸が短く服用した医薬品の吸収率が相対的に低いとありますけど、これ例えば私のお腹バサッと切って腸を出しました、
子供のお腹バサッと切って腸を出しました。どっちが長いですか?って言ったら、私、一応大人なので、私の方が腸が長いんですけど、いや、そうではなく、体の大きさに対して腸はどっちが長いですかって言ってるので、子供の場合は、こう、お腹割とポッコリしてたりしますよね。なので、そういった意味では、腸は、大人に比べて、体の大きさに対して、体積に対して、腸は長くなってきますので、なので単純な長さではなく、体の大きさに対して、腸が長いか短いかというところになりますから、ここは腸が、長くなります。で、腸が長いっていうことは、例えば小腸が長いっていうことになってきます。小腸というのは、お薬の吸収とかに関係してきますよね。なので、腸が長くなればなるほど、その分吸収は、相対的に、低いじゃなくて高くなってきますので、C は誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問10番です。高齢者の医薬品の使用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まずは高齢者ですよね。高齢者というのは65歳以上となりますよね。おおよその目安として。ということで、A は正解ですよね。はい、そして B なんですけど、生理機能の衰え、の、度合いは個人差が小さい。いや、個人差大きいです。すごい元気な方もいますよね。なので、そのあたりは個人差はもちろんありますので、なので、そういったところではですね、リスクの増大の程度を判断できるというところ、これは、ね、結構難しいので。ということで、B は誤りとなります。個人差は。小さいんじゃなくて大きくなっちゃいますので。はい。ということで B は誤り。そして C は、正解となりますので、答えは2番が正解となりました。はい。ということで、ここまでどうでしょうか?そんなに難しい問題はなかったと思いますので、ここまでね、ぜひパーフェクトで全部全問正解で言っていただきたいと思うんですけど、間違えたところはぜひぜひテキストや参考書などで復習しっかりとしていきましょう。はい。ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、LINE アットなど、下の概要欄からダウンロード、ID とか載せておりますので、ぜひぜひご利用いただければですね、質問などお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。